このゲームの舞台はエル・モニュメンタル、1938年建設のアルゼンチンを代表する歴史あるスタジアムです。この時間は大阪対日本、こちらの一戦をお届けいたします。日本国国歌お聴きいただきます。北澤さん、442のシステムで今日来ているんですが、ツートップです。これは監督何を期待するんでしょうか。そうですね、まあ、ツートップだけで点が取れるというところですよね、うん、あれ2人だとうまく起点になって、もう1人がこううまくそれにサポートしながら突破できるという形が作れればという狙いはありますよね、はい、うん、このツートップの機能なんですけれども、それぞれにどういう役割理解、戦術理解、これ期待するんですか。そうですね、今日の場合でいうと1人ターゲットになってますので、はい、で1人シャドウで動けると思うので、うん、非常にこう2人でも攻めていけるんじゃないかなと思いますけどね、はい、トップが競った後のこぼれ球をその選手が拾うことによってチャンスが作れるという狙いがありますよね、うん、はい、まずファーストハーフ見ていきましょう。大阪対日本、エキシビションマッチが始まりました。立ち上がりですよね、はい、ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね、うん、相手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になってきますよね。なるほど、まずは立ち上がりです。瀬古、新井、清武、新井、藤田、藤田、ボールを下げてリズムを作るか。藤田、大久保へ、清武、もう一つ前に行きたい。さあ右へ預けて、届きません。長友、上田、柴崎へ、遠藤、素早いパスで攻め上がっていきます。右サイドへ振って、南野へ、清武、対応します。柴崎、長友へ、中島、中は枚数います。ここはクロス、このクリアボール拾いたい。清武、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ゆるく狙ったボール、柴崎からのスルーパスは通りませんでした。丸橋、瀬古、安西、日本は先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね、うん、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、うん、まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね、成功、丸橋、大阪、早い段階からボールを支配しています。縦へ送る、中央へ、まあクリアが精一杯ですよね。
前半の14分を過ぎたところです。清武からのパス、丸橋。まあ両チームとも攻めきれないっていう感じはしますけど、守備がいいっていうことも言えますよね。さあ右へ預けて、上げてくる、どうだ、来た、頭、いやピンポイントで合わせてきます。いいポジションを取ってしっかり合わせてきたんですけどもね。大阪決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。遠藤、上田周りを見る、遠藤から緩いフィードボール、遠藤から長友、南野、ふわっと裏を狙う、南野から長友、中央へ、クリアです。南野から長友、足元大事に行きます。枚数いる、中につなぎたい、南野へシュート、あー、わずかに右へそれました。まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。南野奪います、原口から南、シュート、いやこのシュートは外れました。まあ積極的でいいですよね。どんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからね。藤田、大久保に渡る、新井、柴崎から大迫、新井一旦前を取る、サイドを使います、清武、奥野へサイドへ、藤田、清武、大久保に渡る、どうする、柴崎、長友、上田、遠藤へ、長友、柴崎へ、遠藤、柴崎へ、パスでつないで攻め込んでいきます。日本裏へのスルーパス、ここで受けて上げる、さあどうする、ここでファウルがありました。この位置直接あるでしょう。この試合初めてのセットプレーです。一本ルーズボールになる、絶好の位置、シュート、カワスマ
新井、藤田、大久保へのボール、スルーパスを狙う、お、これいいですよ、クロス、クリア、このピンチをなんとか出します。中島から大迫、中島、アーチのようなパス、原口から長友、抜けるか、中はマイスイル、長友から中へ、チャンスだ、シュート、新井、両チームともシュートで終わっているという印象が強い試合展開。シュートっていう点で見ると両チーム互角かなっていう感じですかね。この時間帯で先制した方がかなり有利になるんじゃないかなと思いますけどね。チャレンジはしません。後ろに流す、富安、激しいボールの奪い合いです。富安へ、安西、南野、安西、裏を狙っていきます、仕掛けるか、このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。原口から安西、シュート、これはクロスバーのわずかに上、日本チャンスを迎えたシーンがありました。新井、大阪、最終ラインまでボールを下げる、縦へのボール、取り上がっていく、中央、これは直接キーパーへ、上田、日本起点となるアクションが欲しい、新井、大きく縦へ、大久保、藤田、ディフェンスをものともしません。大久保、この柔らかいパス、原口、原口へ、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さあ、まずは最初の45分を終えました。いや、非常にこう打ち合いになった前半戦になりましたよね。ただ結果的にはまだどちらもゴールはできていないわけですから、後半はやはり決定力の差、これが勝敗を左右するでしょうね。大阪対日本、前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。後半です。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね。シュート、おー、中人数揃っている、奥野、さあ、つながるか、チャンスを演出できるか、
右サイドへ振って右サイドへ振って速いパス回し、ボールを下げてリズムを作るか、新井、このパス回し、藤田、奥野へ、裏のスペースを狙う、撫でるようなボールタッチ、クロス合わせてくるか、さあどこに出してくる、藤田、藤田、奥野へ、寄せられてますけどもね、キープ力ありますね、いけるか、どうする、開いた、シュート、いった、いやファインセーブです、いや今のは決められてもおかしくないですよね、ファインセーブですね、この難しいボールによく触りました、日本あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます、ここは間合いを取る、サイドを使います、丸橋から大久保、中に合わせてくるか、クロス、さあどうする、清武からのパス、藤田、奥野、柴崎、上田、柴崎へ、長友、上田、柴崎へ、長友、上田、柴崎へ、長友へ、上田、遠藤へ、柴崎、長友へ、さあ左サイドへ、柴崎、南野へ、日本ここでファウルをもらいます、中島から左へ、南野、チャンスを演出できるか、一旦間合いを取ります、清武、ここはいいプレスで奪います、宮安、柴崎、この終盤振り返るとチャンスシーンは両チームともあったわけなんですが、いまだスコアは0対0のままです、サイドへ、また中央へ、中島へ、サイドを使います、どうだ、合わせたかったですよね、成功、藤田、スペースを狙う、おっといいボールでしょ、清武、ここで丁寧にコントロール、これ仕掛けるか、シュート、いや、これはわずかに右でした、
冨安、上田、柴崎へ、長いボール縦へ、中島、前出るか、中島から長友、長友上がる、どうだ、シュート、大迫、あと少し、今のは惜しいシーンでした。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。新井、遠藤、南野へ、清武、チャレンジはしません、後ろに流す、藤田、丸橋、スルーパスを狙う、清武、ここはオフサイドありません。さあ中はいる、南野、柴崎へ、遠藤、長友へ、柴崎、長いボールを送ります。さあ日本のコーナーキック、攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。遠藤から大迫、どうする、シュート、いや今打つ前に一つポイント入れてシュートコース開きましたよね、よかったですね。大迫なかなか敵陣に入れません。どこに出してくる、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。さあつながるか、冨安削ってしまいました、周囲に終わりました、ちょっとファウルになりましたけど、この辺で抑えとかないと危険ですよ。この距離十分に狙える位置です、いい位置じゃないですかね。これはクロスバー、これはどうだ、このヘッド見極めませんでした、まあ、ディフェンダーに寄せられてましたけども、シュートまで行きましたよね、ちょっと悪い選択ではなかったですよね。大久保が体勢を崩しながらもシュートまで持っていきました。仕掛けるか、清武、仕掛けるタイミングを図る、藤田、本当に最後まで目が離せない試合になってますね。ボールを下げてリズムを作るか、中島一呼吸を置きます、キーパーから前線へ、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね、もったいないですよね。サイドを変えた形、このパスを受けて裏を狙う、このパスが抜ける、さあ大久保、どうだ、このボールには合いません、ここで受ける、日本はほぼ全員が自陣に戻ってのディフェンス。さあ勝負の時間帯ですよ。南野、裏へのスルーパス、ボールがつながる、抜けてくる、
来たぞ。遠藤へ、柴崎、南野へ、大迫から中島、大迫来た、シュート、中央フリーでした。大阪、ここでベンチが動きます。いいプレッシャー、中島、奥野、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。瀬古、藤田、大阪、最終ラインまでボールを下げる。奥野、瀬古、組み立てながら攻め上がっていく。さあ右へ預けて、スルーパス、フリーだ、長友、笛です。0対0、今日のゲームはスコアレスドローという結果で終了しています。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。この引き分けをどう捉えるかですよね。勝てなくて残念なのか、負けなくてよかったのか、いずれにせよ自分たちにとってプラスになるような受け止め方をしていくことでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。結局0対0の引き分けで試合を終えました。